降雪後、少し雪が減ったので脇道に入ってみると、道路が大変なことになっています。昨夜のイノシシの網跡です。道に落ちたどんぐりを食べたようで、足跡があちこちについている。足跡を見ると大きくはないようで2頭くらいいるように見えます。 何か変な音がしました道路の5メートルくらい下に何か変なものが見えるイノシシの寝屋があったシダを集めて寝床を作っている先ほどの音はこの寝屋からイノシシが飛び出していった音に違いない。